ナショナルズ時代キップウェルズはアメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身の野球選手。ポジションは投手。ウトを右打ち。1995年にドラフト58巡目でミルウォーキーブルワーズから指名されたが契約せずにベーラー大学へ進学。1998年にシカゴホワイトソックスからドラフト1巡目指名で入団。 1999年8月2日にメジャーデビュー。シーズン終了までに7試合に登板し、4勝1敗を記録。ベースボールアメリカによる2000年の有望株ランキングで球団トップの評価を受けた。2001年12月13日に、ジョシ・フォック、ショーン・ロウと共にトレードでピッツバーグ・パイレーツへ移籍。2002年、ジョシ・フォックと共にチーム最多の12勝を記録。 2003年は、女子フォック、ジェフ・スーパンと共に、チーム最多の10勝を記録。2004年は、血行障害により右手中指の感覚麻痺に悩まされ、8月には、右肘痛で故障者リスト入り。これらの影響で24試合にしか登板できず、5勝7敗の成績に終わった。検査の結果、肘は、手術をしなくてもよく、血行障害は10月に手術を受けた。 2005年は99支給を記録するなど請求が安定せず、打線の援護に恵まれなかったため、リーグ最トの18敗を記録。2006年開幕前に、血行障害の手術を受け、シーズン初登板は6月20日。7月31日に、ジェシー・チャベスとのトレードで、テキサス・レンジャーズへ移籍し、シーズン終了後にセントルイス・カージナルスへ、FA 移籍。2007年は、 リーグ最多の17敗を記録。6年ぶりにリリーフとして8試合に登板した。2007年12月19日にコロラドロッキーズへ移籍。2008年は開幕投手を務め、その後はリリーフとして登板。防御率は2点前後で推移していたが、4月28日の登板を最後に故障者リスト入りで74試合を欠場。 7月21日のメジャー復帰戦で先発したが、0.1イニングで8失点を記録し、防御率は5.40と3点以上上昇。8月10日に、球団はウェルズを解雇。8月19日にカンザスシティロイヤルズと契約してからは10試合に登板。2009年3月11日にワシントンナショナルズとマイナー契約。メジャー入りしたものの、 その後解雇されて7月10日に新シシティレッツへ移籍。7月31日にメジャーへ復帰した。2012年6月27日、サンディエゴパドレスで3年ぶりのメジャー復帰。ありがとうございます。